払う。呪術規定に基づき、虎杖悠仁。いや、なんともねえって。それより、俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。五条先生、どうしてここに。いや、来る気なかったんだけどさ、観光がてら長谷さんじたってわけで、見つかった？ごめん、それ、俺食べちゃった。マジ？マジ？本当だ、混じってるよ。ウケる。君が食った呪いだよ。おう。じゃ、10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。僕が帰りの新幹線で食べるんだ。お土産とは。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね。呪術師はそろそろかな。この虎杖とかいう構造。お、大丈夫だった？彼には器の可能性がある。任せなさい。さて、誰が。大したことないって。幽霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れる。その上、この呪力量の少ないより強いか。いや、楽しくなってきた。他の術師の加勢を避けたのか。枯れ木衆、音ようだね。真実に生きておらん。万事終悪、ヘドが出る。このくだり、さっきやったよね。学習しろよ。当たってない。君が触れたのは僕との間にあった無限だよ。バカな、さっきとはわけが違う。手出して。ほらほら、止まってるっていうか、僕に近づくほど遅くなってんの。寸前で止まる。これが無限。照れるなよ、こっちまで恥ずかしくなる。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式反転。ごめんごめん。どこ？ねえ、ここどこ？虎杖悠仁くんです。富士山、頭富士山。10秒前まで光線にいたよね。どうなってんの？飛んだの。両面宿儺、虎杖悠仁を仲間に引き込む方。なんだそのガキは。盾か。盾？違う違う、言ったでしょ、見学だって。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。にやけずなこと飲み込んでくれる。僕から離れないでね。領域展開。なんだよこれ。外観鉄地線。図式を付与した衝突領域を呪力で周囲に構築する。した領域なら1年全員死んでたよ。恵みは分かってたんじゃないかな。これが領域展開。利点もある。一つは環境要因によるステータス上昇。付与された術式は絶対当たる。絶対？絶対。もより濃い領域で中和してしまえば、わしの術も届くのだろう。当たるよ。殺せぬならそれはそれで構わんと思っていた。だが突きつけられたこの死がの竿は領域に対する最も有効な手段。
こっちも領域を展開するか、呪力量にもよるけど。あいつら残さんぞ、合流させる。領域展開、無料空所。何も感じん、何も見えん。違う、何もかも見える。何もできん。生きるという行為に無限界の作業を強制する。ここは無加減の内側。緩やかに死ぬなんて。さて、どこから行こうか。お前だな。わっ、ラックラックラック。うっ、死なせちゃダメだよ。ほら、手当てして。歌姫のところにいたやつの気配が消えた。逃げの算段はついてるわけか。仕方ない、少し乱暴しようか。術式順転、青。術式反転、赤。挙式、紫。変わらず規格外だな。あ、これでは払えたかどうかもわからん。